どうもファミツアップのみこだよ。高橋けのです。ウェーイ。今日はね、おしゃれでヘッドホンをつけてみました。どうでもいい。どうでもいい。なんかあんま伝わってないけど、もう満足。満足。今日はまたもや女子会ですね。はい、女子会で今回やるのは31章ですよ。間違えた。32章用意してますね。31章の10、はい、10ですね。最後のボスですね。もう木下先生一応ねクリアされてるんですよね、漫画でもね。そうしてます、うんうん、のでなんか本当はホントにクリアしてるんだぞっていうのが、ね、でもね、そうだってあの漫画だとちょっとボコボコにされて終わってる感じがしてましたもんね。いいね、うん、で今回の目あれ、はい、これはルンバが活躍するステージなので、ちょっとまあその活躍を見ていただければ。なるほど、ね、いいかなと。45レベルで大丈夫ですかね。こうワンマンありますよ。大丈夫。あのそのためにあのおじいちゃんがいます。あ、おじいちゃんがね。そうかそうかそうか、うん、おじいちゃんの生き返らせ能力がここで発動。そう、大丈夫です。それではじゃあやってもらいますかね。はい、じゃあやりましょう。バトル開始。イエーイ。こっち、うん、懐かしいな、すでに。すでに懐かしい。カタカタカタ。あ、モモンガ。モモンガじゃないか。かわいいよね。かわいいですね。ね、さあどう挟んでいくか。どうしようかね。あ、ちゃんと槍多めで来てるんですね。槍多めってか、あれ槍多め、槍人、違う違う、槍じゃないわ。槍人しかいないよ。これ弓、そう弓。ああいや、え、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫。まあ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 、まだまだカウンター大事。おー、カウンター強いよ。おお、大丈夫。大丈夫ですか。まだいける、まだいける、うん、まだ余裕。弓は多めで来ていいですね。あ、そうね。ちょっとバルちゃんの悪い、回復したかったね、うん、今ね、うん、ちょっとそうね、今ここ大丈夫かな。大丈夫、いけるか。この子は知ってますよ、私。これあの斜めに X 型に攻撃をしてくるので、こうそれを読んでおくといいよね。いいよね。斜めにね、とりあえず置いちゃいけないと。そうだね、斜めに入ってないよね。入ってない、大丈夫だ、うん、あれ、マッカリー先生。あ、大丈夫。若い先生、生きてるよ。倒せ、うん、ちょっとね、あの漫画を見てからですね、ちょっと私は心配です。あの子はね、まあまあおかしい。あの子はおかしいな。大丈夫、まだ大丈夫だよ。まだ大丈夫ですね。いやでもクズカさ、うん、じいちゃん全体ヒールもあるんで。そう、全体がね、まあ、いいよね。発動しますもんね。そうそう、うん、出るかな、うん、いける。大丈夫。大丈夫。これいけますね。ここのステージはまあ、あ、 P まだ使わない、偉いですね。うん、まだいいかなと思って、ね、あ、でもおじいちゃんに挟んじゃったなって思った。おじいちゃんパサミはちょっと弱いです。あ、ちょっとね、違ったね。ちょっと違いましたね。あ、でもこれ全員発動で、うん、いいですね。これで全、あ、おじいちゃんちょっと発動、あ、全体ヒール、ナイス。そう、ほら、蘇った。蘇りし。でもちょっとね、体力が不安なので。そうね。蘇ったとしてもね、もう。例えば蘇ったとしても、鼻毛ぐらいしかないですからね。1ミリもないからね。ギリギリだからね。じゃあ弓で挟むといいんだもんね。そうですね。でもな、スナイプさん変なとこにいるんだよな。あとおじいちゃんを絶対入れたい。そう、ね、これは、バルちゃんで挟んでもちょっと弱いですからね。まあ、そうこれ、あ、いいですね。それでそれで P 使ってもよかったなと思いました。まあでもまあそう、まあそうだな、全部たまっなうん、これ頑張れ、頑張れ、みんな応援してあげてちょっと本当に心配になってきましたぞ。いけるかな。大丈夫だ、大丈夫だ、いけるいける。これでそんなダイレクトに狙ってこなくてもいいなって思ったんだよ今。これちょっとな、大丈夫かな。いいですね、 P 使う感じ、使う感じで、うん、でもここの列はいけるでしょうね。大丈夫、マッカリさんがいるから、うん、いけるでしょ、いけるでしょ。多いんだもんな。ちょっとね、敵が多いとね、めんどくさいですよね、ここ倒すのが。うんうんうん。あ、でもよ、
全員寄ってくれた、うん、おカウンターでおーカウンター強いバウちゃん強いよ強いなカウンターやっぱいいですね、うん、ちょっと欲しいなカウンター、うん、カウンター便利嬉しい、うん、よしよしよしおマヒあマヒ出たよマヒ出たけどマヒ出たけど、まあ、死んだからねちょっと一瞬の輝きだったねキラキラキラーで終わりおあ来ましたこれがボスですねなんて言うんだっけ読めないなえエンゲバナエンゲバナかなわかんないわかりませんわかりません知ってる方教えてくださいそしてここで助っ人くんが来ますプロトくんプロトくんはいカウンター80だいぶすごいですよ、はい、ねでプロトくんプロトくんはメカなのでこのメカの子たちをこのお花の周りに寄せてあげたい、うん、お花あこのツタみたいなやつですかそう緑のうん、真ん中のああ敵かボスかボスかそうに寄せてあげたいところですあとまあ一撃で死にそうだからおじいちゃんに出てあげたいそうですねあーケン先生とかあたりを頑張ったどうしようかなちょっと待ってねちょっと待って、ね、ちょっと考えてますね木野先生の初期の頃から違うちょっといけ大丈夫か大丈夫かああ見ました今吸い込まれましたねそう吸い込まれたけど吐き出すんですすぐにペッてそうでなぜかっていうと硬い子は食べられないんですねこのお花があそうなんですねそうなんですでこの今メカのプロト君を飲んだからすぐに、うん、わーやべえってこう異物だっつってで出してこうダメージを受けちゃったっていうやつなんですけど、うん、でこれがこのドゥンバを一緒に食べてたらダメージが2倍になってたっていう算段だったんですおお説明してくれて分かりやすいですけどやっぱちょっとそれ実際見せてほしいんですけど、ね、そうだねいけますか見せたいところですねちょっと待ってちょっとねおじいちゃんでね回復してもらわないとしたいんだねよいしょそうですね絶対ヒールでねでもこのまま地道に倒すのもいいけどこう機械をいいけど飲ませた方が早いよっていう感じですかねそうそうそうダメージがすごいくるので、うんあそうですねウィキの方でもそういう風に書いてあるんですからねいいよっていうお話なんだよ、うん、あとはファミツウィキの方でですねトゲッタは後回しって書いてあるトゲッタっていうのはこのあこのお手手ねそうですこんな感じのやつ、ね、これは後回しこれなんかすごい強いからこれですね片方が倒されると、うん、蘇生させちゃうんですよあ死んじゃダメーって言ってダメよーって言って片方死んだら片方蘇生、うん、それの繰り返しなんでなるほどちょっとね面倒くさい一緒に倒さないといけないんですよねきっとなるほどねで麻痺が有効なので麻痺持っていった方がいいかもしれないですね、うんうん、ロボットがいなかったら麻痺持って周り潰してからみたいな感じですかねで今こうもう一人もう一回次多分飲み込むと思うんでやりたいんですけどこのツタを多分ルンバ君超えられないと思うのでそうですね今おとなしくしてますねこれルンバでもちょっと回復してちょうどいいですねおこれはいいんじゃないですかいいこれはね来ましたよ多分いいですねねいいよねよいしょこれでいいんじゃないですかいいですねどなるどなるほなこれ次飲み込みじゃなかったらちょっと悲しいぞ飲み込み来て飲み込みだったら2人飲み込まれるってことですよね、うん、そうそう周りにいるから違ったあ来た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 おいっぱいほらほら本当だ見ました見ました硬いものは苦手のようだって聞きましたね で今2万ダメージが入ったんで、うんうん、結構こいつは減りましたよ減りましたね結構半分ね今半ぐらいですかもうちょいで半分かなぐらいまで来ましたよこのままこの調子でいくんですね、うん、この調子でいきたいこれはどうやって気づいたんですか木野先生ウィキを見てですかこれねなんか硬いものが苦手っていうセリフが出るじゃないですか、うんうんうん、出ましたね、ね、で、まあ、いきなりこの子がプロト君が入ってくるから、うんうんうん、なんかそういうあれなのかななるほどじゃあ自力で分かったってことですよねそうなんですさすがですさすがもうこれじゃあプロなのプロですテラボトルのプロですよプロとしてねやっていきたい押していきたいね押していきたいですねこちらやったー、うんうん、いやー嬉しいルンバがこんなに活躍することが来るなんてまさか、まあ、今までなかったですから ね, なかったね45レベルで31勝来れるんですよ皆さんそうこれ大事ですからね生き返りがあれば大丈夫そうよ
よしよし、どんどん削って削って、うん、よしよし、うん、で、ウイルスが来てブデスアタックが来て、で多分また次来ますか、もう来るかなと思うので、ちょっと寄せていきたい、寄せていきたい、近づいて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 、ちょっとずつ近づいていこう。いいですねいいですね、調子いいですよ。でもね、なかなか減らないね、ちょっと減らないね。これツタの上にいるとなんかダメージくるんですか？あ、来ます来ます。あららら、じゃあツタ私の上にいると地味に減っていっちゃうので。なるほどなるほど、多分これルンバが通ってしまったら一撃でやられてしまう。さよなら。そう、まあ、そんなでもね、一回やったし、そうそう、みんなに見せられたし、よかったよかった、大事大事、そのやっぱこういうの見つけられたよっていうのを、そうそう、まあ、お知らせするのが一番大事ですからね。そうです、ね、もう見せられたし、うん、はい、満足、きっと彼も満足だって、そう、はい、うん、もう目標達成したなっていう気持ちで多分いてくれると思う。いてくれますもんね、あれはきっと、うん、あ、間違えた、ちょっとまあルンバ先生ちょっとお疲れ様でした、ね、お疲れ様でした、ありがとうございました。お先にお疲れ様です。そうね、おじいちゃんの蘇生はね、このバトルが終わった時に発動するから ね、ちょっとね、ちょっと惜しいですね。ああ、いけるかな。でもこれで機械、こう硬い子をね食べさせれば、なかなかねダメージ入らないから、この1万貴重ですよ。そうですよ。ああ、おお、ちょっといける、おお、よかったよかった、間に合った間に合った、よかった。いやでも木野先生、うん、前に佐治さんと私と3人で、うんうん、ラミがやった時よりかは断然に上手くなってますよね、うんうん、やったー。いやー、おおお、あとちょっとです、あともうちょっとですよ、これは。よしよし、どうしようかな、どういきますか。うん、ツタの上を通りたくない、ちょっときついですね。そして回復したい、うん、難しいぞ。ああ、いいですね。ついマッカリさんをね使っちゃうよ。え、マッカリさん、 おいやったー、みんな死ななかった、誰も死んでない、よしよしよし、あ、勝手に死んだよ、あのツタが勝手に死んだ、しかもだってちゃんと6人残ってますしね、大丈夫だ、誰も死んでないよ、うんうん、そう、6人いるもんね、6人いたから誰も死んでない、うん、そうそうそう、レベルアップするし、いいですね、やったー。いや、今回の教訓は何ですか？あ、石だって、石、やるせない、やるせない、やるせない、確かにちょっとやるせなかった、ね、今回の教訓は、はい、今回の教訓はルンバを連れていこう、そう、そう、殺さずに連れていこう、連れていこう。でもまあ最後6人揃っていたから大丈夫、そうそうそう、誰も死んでないもん、メカを食べさせるといいよ、いいよっていうことです、そういうことをお知らせしたかった動画でした、はい、はい、ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう、はい、はい、ありがとうございます。バイバイ。